ワイルドハントからシリを守るのに協力してくれれば陛下の特赦が受けられるわ。信用できるならいいけど。大丈夫よ。フリンギラは？それはわからない。でも陛下に掛け合ってみるわ。挨拶する間もなく計略の準備が。そういうサガなのよ。本当か？エムヒルを説得して特赦とは。シリを守るのに協力してくれればね。エムヒルがそんな取引に応じるとは信じられんな。別にあなたに信じてもらわなくても結構。フリンギラについてだが、何があったのか。トリスが連絡が取れないと言ってた。帝国の力にディメリティウムの力で幽閉されてるからね。リタから仕入れた情報よ。エムヒルはフリンギラのことを君に話してないんだろ。気に入らないわね。それじゃ約束が違う。全部終わったらそれについて陛下に伺わないと。行きましょう。みんなが待ってるわ。みんな揃ってるぞ。お前が最後だ。出航するか。怒りをあげろ。私はスケリッチを征服するつもり？みんな私の仲間なのに。でも強力な味方ができた。え？皇帝もワイルドハントとの戦いに手を貸すことになる。フリンギラの居場所も分かった。急いで太陽の石を見つけなくちゃ。スケリッチでやることが山積みね。フリンギラ、彼女の力が必要よ。まだ太陽の石が何なのかすらわからない。マウンテンエルフたちがアインエレの船を呼び出すために作ったのだ。今ではありえない2つの部族の協力の象徴となっている。おいおい、誰も白の艦隊のギールバンとディリアンの物語を知らないのか。教えてくれ。エルフの伝説は大好物だね。アルダーエルフの賢者ギールバンがアインシーデのエルフに恋をした。それがディリアンだ。でも振られてな。あら、ゲラルトにはどうでもいい話じゃない。もう遅い。いい話だぞ。白の艦隊が港を出る日、ギールバンはディリアンに贈り物をした。太陽の石だ。いつかディリアンが振り向いてくれると信じてな。彼を思う心が強まった時、太陽の石を使えば世界のどこにいようとも戻ってこられるはずだった。それは期待できそうね。私たちが太陽の石を使うのはもっと大事な目的のためだけど。太陽の石は俺たちでも扱うことができるのか。お前は無理だ。私は当然使える。女魔術師の力を借りてな。今船室で吐いてる彼女たちね。他のみんなは音信不通よ。太陽の石がスケリッジにあるとどうしてわかる。エルフの伝説さ。何世紀も前に白の艦隊が上陸した場所にあるという。どの島のどこにあるかまではわからないわけね。やれやれ。エルミウンに聞いてみるか。居場所知ってるの？港で聞くさ。クラフの船がそこに停泊してる。俺をエムヒルの船に飛ばせるか？無理。皇帝の寝室より強い結界が張られてるわ。
力ずくで行くしかなさそうね。フリンギラの力は不可欠だ。こっちに気づいてるのか。エムヒルの魔術師よ、当然ね。フリンギラビゴの問題が片付いているなら、連中は彼女を小舟にでも乗せて送ってくるんじゃないか。解決とは程遠い状態よ。女魔術師会に危害を加えないという約束だけど。フリンギラの問題はややこしいの。彼女は反逆罪で正式に死刑を宣告されてる。エムヒルが彼女をどうするつもりかは自分で確かめてきて、乗り込む方法を思いついたらね。自力で皇帝の船に乗り込む。泳いでいくつもり？剣を背負って？船の上から狙い撃ちにされて、我こそは舞い踊る白煙って言い終わる前に殺されちゃうのがオチよ。落ち着いて、彼なら大丈夫よ。近づくなら夜の方がうまくいく可能性が高い。乗り込んだら陛下にこの書簡を見せて、彼と女魔術師会との間で交わした取り決めを思い出させる必要がある。行ってくる。気をつけて。お前はいい船乗りになれるぞ。放浪者。陛下のご命令だ。撃ち方やめ。ウィッチャー、驚いたが会えて嬉しいよ。温かい歓迎をどうも、皇帝陛下。娘を連れてくればもう少し違った歓迎をしたのだがな。娘はどこだ。ゼリカニアだ。太陽が恋しいと言っていた。要は冗談が通じる相手でも我慢強い男でもないぞ。世が貴様に手出しできぬと知っていて、そのような態度が取れるのだろう。だが力関係は突然変わる。貴様の価値がなくなり捨てられる時が来ればな。まあよい、お互い深入りはやめておこう。
何が目的だ。フリンギラ・ビゴだ。彼女を解放すると約束したそうだな。だがまああんたが忙しいのは分かってる。この書簡に目を通せ。女魔術師会に関する取り決めを思い出すはずだ。フン、ユネファーネ、あの女の頼み事はまるで脅迫だ。そういうところは昔から気に入っている。よかろう。彼女たちが協力する代わりに特赦を出すんだな。ユネファーと交わした契約は履行される。それでは答えになっていない。答える必要がない。そろそろ失礼したい。やっと意見が一致したな。エヘ、フリンギラビゴを連れてこい。ディミリティウムのカセも外してやれ。聞いている限り紹介は必要なさそうだ。行くがいい。フリンギラ、久しぶりだな。他の魔術師もアードスケリッグの近くのグインベールにいる。船を用意して。もう船酔いはうんざり。俺は瞬間移動の方がうんざりだな。まあいいさ。誰かと思えばフリンギラ・ビゴじゃない。何ゲラルト、元気そうだな。エムヒルの人質にしてはって意味。やつは君に驚くべき寛大さを示したようだな。尋問も拷問もなしか。それとも奴が知りたいことを全て話したのか。全て話していたら私を生かしておく必要はないはずでしょう。とにかくその話はなし。私のことなんてずっと気にもかけなかったんでしょ。じゃあな。よっと、見ろよミスター。ロシミテの登場。なんだゲラルト。かつてお前はシリを監禁したが、今は逆に同胞に敵対してまでシリを守っている。大したもんだ。第一に監禁してはいない。彼女が私を見つけた。運命だった。ああそうか。では次の質問だ。なぜシリに力を貸す。危険だからだ。命に関わるほどにな。貴様にとって彼女は人間であり、守るべきものであり、娘だ。私にとって彼女は古き血脈だ。世界を破壊できる力、悪しきエレディンの手に決して委ねてはならない力。確かに我々の動機は異なる。だが目的は共通している。私を信用するか、せめてそう努力するのが賢明だ。カランシールについて詳しく教えてくれ。親しいのか。私が彼を作った。育てたというのか。違う、ゲラルト。我が研究の賜物だ。数世紀にわたり私は特定の能力を示すエルフたちを多く集めた。時空を操れる者たち、いわば彼はその集大成だ。輝かしき子カランシール。歪んだ心を持ってしまったがな。アインエレの世界は実に魅力的だな。一目惚れしそうだ。教えてくれ。お前たちはのんびりとフルートを吹き、絶景の中でユニコーンを描き、壮麗な塔を建て、そして動揺も罪悪感のかけらもなく人間を殺す。その理由は。人間はアインシーでのエルフを殺すときに罪悪感を抱くか。ドワーフやドリアーノ同じことだ。両者とも自らが他者より優れていると確信している。マルガリータの容態は。組織の再生を加速させることに成功した。もう大丈夫だ。エレディンを連れてくるなら早い方がいいだろう。でないと女魔術師たちが仲間割れを始めるぞ。直にシリにはお前の助けが不要になりそうだな。貴様のもな。そうだな。シリは自由になり、俺はそれを応援する。お前はどうだ。シリのしたいようにさせられるか。私は何も強制するつもりはない。またな。
何ゲラルド。キングフィッシャーでのことだが。本当にその話をしたいの？ユネファーを連れてくる。全部聞かせてあげるわよ。いや、いい、やめておこう。俺に殴られた覚えは。で、何なの？感謝など必要ない。いつでも助けるさ。どういたしましてだ。あなたも得をした。だから助けたんでしょ。以前ディグストラへ資格を放ったというのは本当か？信じるの？私たちがかつて恋人同士だったことを忘れ。思い違いかもしれないが、それ自体が十分な理由になるんじゃないか。実のところ、なぜお前たち二人が別れたのかずっと不思議だった。はあ、ねえゲラルト、政治と私生活を切り離しておける人もいれば、そうでない人もいるの。ディグストラはどっちだった？よりつまらない方よ。じゃあな、ちょっといいか？もちろん。お前が俺とユネファーをアバロンの島に残していったあの時以来、一体何をしていたんだ？旅をしてたの。時空を超えて異なる世界へね。ガラスの家を見たり、世界の果てでユニコーンと走ったり、しばらく海底の王国に住んだりもした。自由か、昔からの望みだったな。今もそうよ。ではなぜ戻った？逆に自由すぎたのよ。何にも制限されず何でもできちゃうと、急に自由であることに魅力がなくなっちゃった。エレディンはお前を何度も見つけた。どうやったんだ？世界の間を通り抜けるとき、ある種の衝撃波を生むの。適切な訓練を受けた者なら誰でも感知できる。アバラクはそう言ってた。彼もできるって。では能力は使わない方がいいのか？そうでもない。旅が長いほど衝撃が強いの。短い移動なら乱れを感知するのはほぼ不可能。異世界を旅するのはどんな感じだ？とても素敵よ。難しいのか？最初はね。でもすぐに自然にできるようになった。乗馬と同じ。多くの魔術師たちの憧れだろうな。そうね。アバラクが言うには魔術師にはできないことだって。彼もその方法を400年学んできたけど、未だに既存の門を見つけて通るのが精一杯。でも私は好きな時にどこへでも行ける。これくらいにしておこう。わかった、後で話しましょう。ゲラルト、トリスとは仲がいいみたいだな。最高よ、ようやく話をする機会ができた。何のだ？あなた以外の全てよ。リビアのゲラルトはもう興味の対象じゃないの。ありがとう、ヤネバ。またな。